はい、どうもウェレスパサカやっていきたいと思います。はい、初は19歳のガチャを引いていこうかなと思っております。で、今回ねピックアップされているのは大神、小読みで、水着のアゲハで、あとはマハシ、この4体がピックアップされているという状態でございます。はい、そしてね、まあ、今回新バッジが来ております。春の知らせで、まあ、それ以外のパネルで SR の大丈夫博士像とかが手に入るようになっております。あと LINE の方で、同じくバッジが手に入り、 PSR の大丈夫博士像で PSR20% チケット、あと選択チケット第24回、もう24回まで来たんだね、週休祭ね。まあこれは引くべき週休祭だと自分は思ってます。はい、そして今回新バッジの方はこちら、春の知らせ、オフェンス最大プラス3、パワー最大プラス3で、テクニックもプラス3にすることが可能でございます。まあテクニックプラス3にするか、テクニックプラス2、ディフェンス、スピード、スタミナ、どれかを1ずつ上げることが可能でございまして、体力回復のバッジでございます。これはね、無課金のバッジと違ってね、全然強いね、発生率も多いし、体力の回復量はどうかわかんないけど、まだ使ってないから、まあ多いかもしれません。むちゃくちゃ強いと思うんで、これ手に入れていきたいと思います。はい、そしてガチャの内容ね、一応初回2回目ではピックアップ 25% の SR 確定で、3回目、5回目、ああじゃあ3回目か、3回目で SR50%、 PSR50% で、4回目で SR 確定で、5回目で SR50%、 PSR50% のピックアップ 20% で 25% で、7回目もあれか、初回と一緒でピックアップ 25% の SR 確定で、6回目8回目が PSR ピックアップ確定という形でございます。まあ、この辺のね、ガチャの内容、かなり良くなっております。まあ、自分が欲しいとすれば、PSR は暦しか持ってません。暦しか持ってませんので、まあ、マハーシ、大神、水着のアゲハ、どれか。で、できれば自分的にはマハーシがいいかな。大神はちょっともう上位互換が来てしまったので、自分的にはマハーシが来てくれると嬉しいです。はい。まあ、とりあえず、これはね、まあ、来てほしいけど、それ以上にバッジが早く出てほしい。バッジ最低40連で終わっちゃいます。はい。最大80連、最低40連。まあ、このガチャを引いていきたいと思います。まあ、バッジが揃ったらそこで終わりです。はい。PSR が次だとしても自分は終わります。はい。では、引いていきましょう。最大380個パワーサーが必要です。必要なら足します。お願いだから80連目でバッジ揃うのはやめて。もう、ちょっと課金したくない。課金したくない。さあ、頼むぞ。でもね、こういう時に限ってね、バッジが出ないんですよ。よくあるのが、60連。60連目までにバッジがゼロとか。LINE のバッジしか出ないとか、まあそういうのありえるんで、はい、頼みます、頼みます、バッジが欲しいです。はい、でここで、いらないね、相原。さあ初回から抜いていきましょう。違うな、パワースター20個、昔は欲しかったけど今はまだパワースター余って、ごめん、パワードリ余ってんだ、パワードリ余っております。まあ出てもできれば SR の大丈夫博士像がいいかな。あ、2回目40個で回せるんだ。そしたら370個ですね。マックス370個、370個で80連できます。さあチケット、チケット違う、チケットじゃねえ、ごめん、バッチ、バッチでです。お、ここピックアップ違うよね。ピックアップに、まあでもピックアップってもね、正直ね、 PSR じゃないと別にどうだっていいんだよな。小読みが PSR あるから、小読みとかで2杯ってくれるとちょっと嬉しいか。はい、では何が来ますかということで、海王山来るんやったらね、あ、小読みだ。海王山来るんやったら、堀場とかのピックアップとかでもよかったかもしれない。はい、7。7抜いて、できれば、来てほしい。頼む。まあ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 、いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。5で、SR。いやー、あと20連で終わるのであれば、7と4抜いて、両方とも、バッチ。終わらせていきましょう。まあ、博士像が早めに出てくれたのは、まあ、ありがたいけど、これはバッチ欲しいんや。いや、これね、サブアカ引くかすごい迷うんだよな。パワースター的にちょっと微妙なんだよな。はい、ここはピックアップ確定の SR50%、PSR50% だった。PSR 来ないか。PSR 来ないか。残念。さあ、ワンチャン安定すれば PSR です。安定しなければ SR です。はい。では行きましょう。暦の場合、PSR のこの空率はあったけど、残念ながらアゲハでした。さあ、7か4。7か4でバッチ。うわ、一番いらぬきた。マジか。ちょっとまずいぞ。ちょっとまずいぞ。ちょっとなんか見えてきた。30連回してゼロです。なんか見えてきた。80連コースが見えてまいりました。ここは SR のピックアップが来て。やめてくれ。80連やめてくれ。やめてくれ。パワースターがないんだ。
ここをピックアップ確定で、博士はいかないね。はい、神吹雪で、あ、やっと確定以外出ましたね。確定以外が出てくれました。まあでも確定以外出たところでそんなに今回のガチャは目玉はないんで、さあ頼む、さあ頼む、さあ来い、さあここだ。 OKOKOK40、 いいよいいよいいよ、いや4444440レムでゲット、40レムでゲットで、次はライン、ビンゴ確定なんで、ビンゴ確定するんで、どこを引いてもリビンゴなんで、とりあえず次この春の知らせをどこかで開けてくれば、当たってくれればここで終わりでございます。さあ終わらせてくれ。ガッバッチガチャは早めに終わることを越したことない。さあここで終わってくれれば万々歳、ここで終わってくれれば万々歳。ここって SR50% PSR50% だっけ、ピックアップ 25% の、そうだ、ごめん見てなかった。あ、確定以外出ましたね。確定以外さっき出た時にバッチが手に入りました。さあ今回もバッチでお願いします。今回もバッチ、あー、アレンの PSR、 マジアレンか。はい、いきます、バッチ。いやー、招き猫やべえなー、ちょっと長引きそうな感じがする。残り30で行きましょう。さあさあここで行こう、ここで行かせてくれ。ここ PSR 確定です。ピックアップの PSR 確定、ピックアップの PSR 確定でございますが、さあ来てくれますかと、さあ来てくれますかと、んピックアップの PSR、 はい、さあさあバッチ来い、バッチが来い。もう正直ガチャの内容なんてもう2の次です、2の次3の次。さあまあワンチャン回し、ワンチャン回し、はい、 PSR 持ってるキャラしか当たりませんでした。4分の1引きますね。はい、ではいきます。いやー、マジか、それはつらいぞ、それはつらいぞ、それはつらい。ここで終わらせよ、ここで終わらせよ、ここで終わらせてくれ、頼む、ここで終わらせてほしい。いや、これ課金したくねえな、なんかでも最後まで回す未来が見える、未来が見えるぞ。でここはピックアップ 25%SR 確定でございます。未来が見えるぞ。さあさあ行きましょう。正直ここはどうだって、ここはどうだって、ピックアップ出てもそんなに。さあ行きましょう、運命の瞬間、課金するかしないかはここ次第でございます。あげは、あ、ピックアップ出てますね、ピックアップ出ております。 OK、 終わりました。まあここで終わります、ここで終わります。はい、大丈夫かせぞ、ゲット。まあ一応、まあ大丈夫の PR 手に入ったからいいかな、うん、3個手に入ったもんね。まあ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 、はい、これでこれで終わりです。でバッチ確保をしておきますね、バッチ確保しておきたいと思います。バッチの確保をしておきますが、はい、でもで、さあ一応確認しておきます、バッチの性能を確認しておきます。多分ですけども、オフェンス、ディフェンス、スピード、テクニック、スタミナ、どれか1って感じかな、うん、どれか1って感じだと思うので、まあとりあえずこれか、カスタムバッチ、はい。まあテクニ、あ、ディフェンスないんだ。ディフェンスなかった。ごめんなさい。ディフェンスなかったんで、とりあえずこれはもうテクニックっすね。テクニック一択だと思います。はい。テクニックプラス3の方がいいと思います。はい。まあ、とりあえず、今回はこれで終わらせていただきます。うん。このバッチ、また使ってサクセスします。このバッチの使用感見てから、皆さんもぜひ、引くか引かないかは決めていただけるといいのかなと思われます。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おつべたー。